はい。ゆったりぃのです。よろしくお願いいたします。本日はですね、私の話をしてみたいと思っております。えっ、ー、とですね、私も、えっ、ー、と、前々からちょっとお話しさせていただいておりますが、まあ、ブログ、メールマガジン、コラム、YouTube 等の方で、まあ、好き勝手にやらせてはいただいてるんですが、時々なんですけど、まあ、お仕事をいただくわけでございます。まあ、お仕事といっても色々種類があるんですが、まあ、あの、ちょこちょこいただけるのが、公演の、 話なんですよ。まあ、講演をやり、やっていただきたいんですけどっていうところからいろいろちょっと声をいただくことが時々あるんでわけでございます。ま、あ正直言って、まあ、ま、ま、時間と人が噛み合えば、私とは極力参加させてはいただいてるわけでございます。まあ、何をやってるかっていうと、まあ、好き勝手に喋っていいって話になるんで、まあ、ゲストとして呼ばれたり、まあ、中心で好き勝手に喋ったりとかやってるわけでございます。まあ、主にやはり、アメリカ ETF の長期投資家をやっており、 ますのでま経済系の話とかそちらの方が多くまあ、あとはちっちゃな子のにお子さんに対してまあお金に対しての経済系の話とかもさせていただくとかいうのが時々あるわけでございますまあそんなのをやらせてはいただいているんですがまあ今回もちょっとお話をやっぱりいただいたわけですよまあ正直言って私としてはぜひとも生かしてはいただきたいなと思っていたんですがちょっと時間の兼ね合い ちょっとプ私ののプライベートの話もありまししててちょっと残念ながらお断りはさせていただきました、まあ、非常に私としてはやりたかったなというのが個人的に非常に強いわけですが、まあ、非常に残念では仕方ないなとは思っております。まあ、ええー、とですね、まあ、いろいろ時間等の組み合わせとかもありますので、まあ、興味がある方は、まあ、コメント欄とか、あとは、 えっと、ブログとメールマガジン、コラム、YouTube をですね、もうやっておりますので、そちらの方にご連絡をいただけましたら、ちょっとお話ができるんではないかと思います。まあ、詳細につきましては、そちらの方でお話をさせていただきながら、話を進めさせていただければと思っておりますので、まあ、何かございましたら、気軽にご連絡をいただけましたらとは思っております。まあ、えっ、ー、と、実際のところ得意としての、やはり、えっ、ー、と、経済系の話とか、まあ、実際、 投資をやっておりますので、まあそちらの方の話、あと企業分析とかも、まあ興味あるところはちょこちょこ調べておりますので、まあそういう話とかもできますし、まああとは小さなお子様とかに、えっ、ー、とまあ経済系の話ですね。まあもちろんそういうのは難しいことは使えませんので、まあいかに、えっ、ー、と、難しいことを面白おかしくできるかって話が自分としてはそれをテーマにしてやっておりますので、まあ少しでも 経済や投資について興味を持っていただきたいというのが私の思いでございます。まあそんなんもありまして、そういう活動をしているという話を今回はさせていただきました。まあ何か興味がある方がいらっしゃいましたら、えっ、ー、と、ブログ、メールマガジン、コラム、YouTube 等にご連絡をいただけましたら対応とさせていただきたいと思いますので、まあ気軽によろしくお願いいたします。本日はですね、まあちょこちょこですが、まあ講演会のお話をいただいているって話をさせていただきました。 興味のある方はご連絡ください。ありがとうございました。それではまた。